それでは始めさせていただきます。本日は高木幼稚園オンライン説明会にご参加いただき、どうもありがとうございます。私、高木幼稚園の園長の椎名と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日、短い時間ではございますが、高木幼稚園の雰囲気、そして令和7年度のです、ね、補修についてお話をさせていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 えー、まず初めにですね、常にご存知かと思いますけれども、えー、松戸市はですね、えー、2023年度においても、ですね、えー、共働き、子育てしやすい町ナンバーワンということで、えー、ここ何年もですね、トップレベルの子育て支援を行っております。えー、これは 育育て支援、そして保育の質とともに松戸市はとととてても高いということを示しております松尾市ではです、ね、現在36円私立幼稚園がございますがどうぞ、えー、たくさんの幼稚園をご覧いただいてお子様に合った幼稚園をお選びいただければと思います。よろしくお願いいたします。えー、それではちょっと場面の共有をさせていただきましてご説明をさせていただきたいと思います。 まずはじめに、幼稚園なんですけれども、幼稚園はですね、子どもたちが初めて出会う学校ということでですね、小学校、中学校と同じ、そういう学校の仲間になります。学校教育法により、学校ということで位置づけられております。ただし、学校と言いましても、小学校、中学校と同じように授業があるわけではありません。幼稚園のところの教育というのは、 園、えー、の生活全体を通して、えー、生きる力の基礎を、えー、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なそういう教育を行う場でございます、えー、生,きる生きる力の基礎というのは心情とか意欲、えー、健康自立心、思考力、えー、言葉の獲得表現力そのようなものを集団生活の中から 遊びを通して学んでいく、そして培っていく、そういうところが幼児教育というふうになります。また、松戸市の幼稚園においてはです、ね、すべてが私立幼稚園ということでございます。私立幼稚園の特徴は、見学の精神に基づいて、それぞれの園が特色のある教育を行っているということです。高木幼稚園で言いますと えそれは知、上位、それぞれが調和の取れた、と明るく伸び伸びとした子供たちの育成、そういうものを、えー、目的として、えー、見学の精神を謳っております。えー、知、上位とございますが、えー、知というのはこれ知識ということだけではなくてですね、えー、これは知識を獲得するための知りたいと思う、そのような心ですね、えー、あとは好奇心とか、 そういうところを指しております。情は心のことです、えー心を。豊かな心を育んでいきたいという、そういうところだと思います。意、えー、というのは意志のことですけれども、えー、これは自分の気持ちをコントロールしたり、そういうことも含まれております。えー、そういうものがバランスよく、えー、そして明るく、ですね伸、えー、び伸びとした子どもを育成したいと、そのように願っております。えー 次は高木幼稚園の教育目標でございます、えー。教育目標ですけれども、明るく伸び伸びとした子、えー、これを教育目標に掲げております、えー。明るく伸び伸びした子ということで、えー、これは友達と仲良く遊べる子、よく見る、よく聞く、よく考える子、自分のことは自分でする子、最後までやり抜く子、えー、このようなものを、えー、理想として、 保育を行っております、えー、幼稚園生活は子どもたちにとってとても、えー、いろんなことがございます。えー、毎日生活する中でですね、えー、とても楽しいこと、嬉しいこと、それだけではなく、えー、不自由だったりとか、不自由な思いをしたりですとか、えー、喧嘩をしたり、えー、対立をしたりとかですね、また協力して、いろんなそのような。 経験の中からいろんなことを学んでいく、そういう場でもあります。それが生きる力を育んでいくというふうに考えております。高木幼稚園では、具体的にお話をすると、2つの大きな柱を持って保育をしております。まず初めは、子どもたちが集団生活の中からさまざまな経験をしていくということでございます。えー、運動会や お遊戯会、えー、音楽会、いろいろな大きな行事がございますが、それだけではなく、日々子どもたちが活動したり、えー、いろいろなことを経験していく中で、えー、集団の中でしか、えー、経験できないことが、えー、大きな発達、えー、成長につながるというふうに思っております。そして2つ目ですけれども、えー、やがて子どもたちは小学校に就学をしていきます。 えー、就学をしたときに困らない程度の基本的な生活習慣はしっかりと、えー、身につけさせてあげたいというふうに考えております。えー、また、小学校に入学したときに困らない程度な、もちろん心身の発達も心がけております。そのようなことを、えー、そのような2つの柱をですね、えー、念頭に置きながら毎日保育をしております。 えー、続いて、高木幼稚園の、えー、編成についてですね、お話をさせていただきたいと思います。えー、高木幼稚園では、年少組が4クラス、年中組が4クラス、年長組が、失礼しました。年中組が4クラス、年長組が4クラスということで、えー、全部で12クラス、えー、ございます、えー。それぞれ学年ごとに4クラスということで、だいたい1クラスが20名から、 25名ぐらいのクラスで、現在、運営をしております。そして、その子どもたちの中で、預かり保育も行っておりますので、朝の預かり保育は8時から8時30分。そして、保育が終わった後の預かり保育が14時45分から18時15分まで。この時間が、タンポルームと言っておりますが、預かり保育の時間になります。 また、えー、満3歳児保育も令和7年度よりスタートをさせていただきます、えー。詳細はまたホームページ等でお知らせさせていただきますが、えー、満 3, 3歳児保育というのは、えー、3歳になった4月からの保育ということではなく、3歳の誕生日を迎えたお子様が、えーまあ、年少組の 3歳児クラスとして幼稚園で迎え入れる、そのような保育でございます。これは令和7年度より、えー、始めさせていただこうというふうに思っております。そして、えー、プレ保育ですね、えー。2歳児のクラスでニコニコキッズというものがございます。えー、月曜、失礼しました。火曜日から金曜日までの4クラスですね。えー、プレ保育を行っております。 えー、令和7年度の、えー、予定額ですね、えー、処刑費の予定額についてお話をさせていただきます。まず入園料ですが、えー、5万円になります。これは入園手続き,手続き時に、えー、納入していただくということで、これは11月1日に、えー、受付をして、えー、手続きをさせていただきますので、この日にお、えー、納めいただくというふうになります。えー、そして保育料ですが、 え、二万六千七百円。令和七年度より、入るお子様に関しては、二万六千七百円を保育料として、え、頂戴するようになります。幼児教育の無償化。によりですね、二万五千七百円は、え、免除されますので。令和七年度の入園者については、差額の千円を、え、保育料として。幼稚園の方にお納めいただくというふうになります。 そして給食費ですが、1食450円になります。えー、と年間食数かける450円、えー、そしてそれを12か月で割って毎月給食費としていただくようになります。えー、令和7年度のです、ね、行事予定が、まだちょっと詳細がはっきりしないのですが、月額大体5700円程度になるかというふうに思っております。 続きまして、教育充実費です。これは月2000円いただきますけれども、昨今ですね、いろいろなものが値上がりをしています。物品が値上がりをしておりますので、例えば幼稚園で使う教材、紙台です、折り紙ですとか、いろいろなそういう教材についてですね、教育充実費という形でお納めいただいております。 続いて、えー、保育月間次第ということで、えー、毎月ですね、月間誌、絵本をですね、お子様には一冊ずつお買い求めいただいております。えー、これが各学年で年賞が460円、年中が480円、年中組が、えー、失礼しました。えー、年中組と書いてありますが、年長組も480円というふうになります。えー、通園バス維持費ということで、バスに乗られる方は4500円を えー、毎月いただいております、はいえー、これらの金額、入園料、えー、以外のところについては、ですねこれは毎月いただくものになりますので、えー、銀行からの引き落としというふうにさせていただいております。でその他の諸経費ということで、えー、教材費、えー、これは先ほどの教育充実費で使うものではなくですね、えー ハサミとかですね、クレヨン、えー、絵の具、まあ、そういったものをですね、買っていただくための金額になります。えー、年収組が大体1万2000円程度、年中組が1万3000円程度になるかと思います。これは、えー、年度の始まる4月に徴収をさせていただきます。えー、続いて、災害対策費。これが3500円です、えー。これは何かこう大きな、えー、災害があったときに、 えー、飲み水だったり、簡単な食料を幼稚園の方で保管させていただいております。えー、備蓄庫がありますので、そこで保管させていただいて、蘇生時にお返しをしております。これが3500円かかります。続いて、冷暖房費、年間で7200円になります。公、え、園、ー、会費これは父母の会になりますが、えー、月額で900円、そして入会金が1000円というふうに予定しております。 続いて、入園に関するスケジュールです。えー、現在ですね、えー、幼稚園見学を行っておりますので、ご希望の方はぜひ幼稚園にお電話いただいて、えー、ご見学の予約を取っていただければと思います。ご案内させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。えー、そして、10月の12日にですね、えー、運動会がございます。これも、来年度入るお子様のプログラムをご用意しておりますので、どうぞあの幼稚園にご覧いただいてご参加いただければと思います。えー、運動会当日、 10時40分からですね、えー、受付を始めまして、11時ぐらいにですね、プログラムを解消する予定でおります。ですので、11時40分ぐらいに幼稚園にお越しいただければと思います。よろしくお願いいたします。10時40分にお越しください。はい、続きまして、入園会社の配布になります。10月の16日ですね、えー、より配布をさせていただきます。 えー、願書がですね一部300円になります、有料になりますので、えー、その金額もご用意いただければと思います。えー、そしてです、ね、10月の12日の運動会の時はですね、えー、たくさん来、あのー、年度入園されるお子様もお集まりいただきますので、この日だけは願書を配布させていただきますので、もしよろしければ10月の12日の運動会でご来園された際に、ですね、えー、入園願書の おいいい求めをいただければという,ふうに思います、えー、そして、入園会社の受付ですが、えー、11月の1日です、えー。8時より幼稚園で受付をさせていただきます。えー、そして、同日ですね、えー、面談をさせていただきますので、面談時間等は、その入園会社を受け取った時にお知らせをさせていただいています、えー。以上が入園に関する、えー、スケジュールになります。 えー、もしわからないことがありましたら、どうぞ幼稚園の方にご連絡いただければと思います。よろしくお願いいたします。えー、それでは、幼稚園の生活についてですね、これから、えー、お話をさせていただきます。こんにちは。 高木幼稚園で主観教諭をしております、椎名洋子と申します。これから私、の方で幼稚園の生活のお話をさせていただきたいと思います。今、園長が幼稚園の大きなあの方針であったりとか、あのどういうことを子供たちにが育んでいてくれるといいかなっていうところをお話しさせていただいたと思うんですが、それをちょっと具体的にあの写真を使ってお話しさせていただきます。朝 あの、こちらが登園している風景です。バスで登園してくること、歩いて登園してくること、あの、半々ぐらいです。で、幼稚園に入りましたら、下駄箱で外の靴を脱いで上履きに取り替えます。そして、お部屋に入りますと、日付のところに出席ノートがあるので、そちらにシールを貼ります。毎日今日は一の日だよ。 好きなシール貼るよ、ここだよって先生が一つ一つ丁寧に指導していきます。ということで日付になんとなく興味を持ったり曜日,を曜日の感覚を覚えたりしていきます。そしてお隣で大きい組の子が着替えをしていますけれども朝制服で登園をしてきますので子どもたちは制服から体操着に。 お着替えをします年少さん、年長さん初めての子たちは、お着替えとっても大変なんですけれども、年少組の先生、そして新入を迎える年長組の先生、一つ一つ丁寧にお着替えの方も指導をしていきます。そして、こちらが基本的な生活習慣の一つです、うがいです朝幼稚園に登園してきたら、排泄を済ませて。 ううががいいいでガラガララをししまますす喉のバイキンさん取るよーってて先生たち丁寧に指導していきますそして、解説、うがい終わりましたら、お部屋の中でこう先生とね、仲良く遊ぶ、親しみを持って、先生大好きになっていってくれます。そして、こちらが高木幼稚園の園庭ですね、あの広いお庭がありますので、子どもたちは先生と一緒にいっぱい遊びます。 もう先生が加わらなくてもお友,同士お友達同士楽しくいろいろなねあのルールを決めたりまたは決めずに思いっきり遊んだり三輪車もねあの足を使ったり好きなところを走り回ったり子どもたち自由にいっぱい遊びます。そしてこちらが中庭です。上履きのまま出れるお庭がもう一つありますのでこんな風に先生たち一緒に。 お山を滑ったり、遊具のある場所もありますので、こんな風に子どもたち、すぐお外に出ることもできますので、お部屋での室内の活動と、お外の活動、メリハリを持って行っています。そしてこちらがお部屋での活動です。先生、お手手を大きく上げてますけれども、こんな風に一つ一つの活動、幼稚園の先生は子どもたちに分かりやすく、そしていろんなことに興味が持てるように、 時には少しオーバーに、あのー、保育を、ね、声をかけながら保育しています。そしてこちらは自由に粘土遊びをしていますけれども、指でこねたりねじったり、叩いてみたり、伸ばしてみたり、五感を刺激しながら遊ぶことも大切ですので、粘土遊びもたくさん取り入れています。 でこちらが年長さんがの文字に少し触れています。「千とひらがな」というノート一冊を行いますけれどもあの字がか文字が書けるようになるっていうところがあの基本の狙いではなく鉛筆に親しんで文字にも親しむそして言葉遊びをたくさんしてしりとりをしたりカード遊びをしたり文字にまつわる。 遊びをたくさん取り入れて文字に興味を持って1年生になってもらいたいなというところでこちらの文字の練習も少ししていきます。でお隣は年少さんが制作をしていますけれどもお家を張ってお家の窓を描いているところだと思います。まあこんなふうに学年によっていろいろね活動の頑張,り頑張るところが違いますのであのたくさんのそういったところでいろんな経験ができるように活動しています。 そしてこちらが少し難しいんですが、年長組さんがお辞儀をする人を書いています。年中さんになると、人の顔を指導画で書いていきます。そして、年中から年長さんになると、横向きの人そしてお辞儀をする人と、ちょっとずつ難しい人間の体を書いていきます。この、あのー、基本の絵が子供たち、 こう,うこういうふうに書くっていうのが学べると自由な絵を描いた時にこの自由画にたくさんこの横向きであったりとかお辞儀をしたりっていうところが出てきて表現できるようになってきますので自由な絵絵と指導が両方の側面から絵を描いていてますそしてこちらが鍵盤ハーモニカに吹いているところですけれども4歳年中さんから鍵盤ハーモニカは行います。 あの難しい曲はあの3楽器の最後の音楽会は少しみんなで頑張って長い曲を聴きますけれども普段は短い曲でみんなと合わせると楽しいね,ね上手になったねお友達の何々ちゃんは上手になったよって僕も頑張るよなんて言いながらお友達同士励まし合いながら先生も、ね、お手伝いして教えてあげながらこんな風に鍵盤ハーモニカの指導をしています。 そしてお隣が英語になります。英語指導が小学校に入るとすぐに英語の授業があると思いますので幼稚園では英会話をするということではなくイギリスの先生が来てくださってちょっと違う言葉を話してイギリスの先生英語しか使わないんですけれども異文化に触れる異文化交流という意味合いで幼稚園の年長さんは月に2回ほど英語指導があります。 え、お隣が、あ、ごめんなさい。こちらが給食です。高木幼稚園は、えー、とお隣の白石に花房幼稚園という姉妹園があります。そちらの姉妹園に、あの、自公式の給食場がありますので、毎日バスの先生がお昼前に取りに行ってくれているので、この黄色いお弁当箱にみんな同じものが入っています。このお給食をみんなで美味しくいただいています。先生もこのお給食の同じおかずが いいいっっぱ入ててるんですす。けれども、先生とは一緒に食べていますお給食は、まあ、食べるね、好き嫌いもありますし、個人差がありますので、個人的なね、指導になっていきますけれども、大体みんなで1時にはごちそうさまをして、また1時から人遊びするような形になります。 そしてお給食を食べて、食べ終わったら大体大きなお庭に行くか先ほどの緑の中庭に行くんですけれども、それが終わると、遊び終わると今度帰る前ですね、講演活動なんて言いますけれども、その時は毎日先生方が絵本を読んだり、紙芝居を読んだりして、子どもたちのね、心が豊かに育つように、このような形で絵本を読んでいます。 そして本読み終わりますと、お帰りの歌をみんなで歌って、お帰り、先生に一人ずつさよならを言ってお帰りします。まあ、子どもたちね、一人一人、指針、顔、顔色を見たり、ぶつけちゃったとこないかなと、一人一人確認をします。そして、バスで帰るお子さんは、先生とお部屋でさよならをして、バスに乗り込んで、私たちで全員の確認をして、バスに乗せて、 公園という形になります。これが大体幼稚園で過ごす一日となります。では、幼稚園の1年をお伝えしたいと思います。幼稚園4月に入園式があります。入園式は親子で出席していただいて、先生の発表もあります。私たちはこの日、新しい子どもたちを会えるのとっても楽しみにしています。お父さん、お母さん、そして子どもさんにとっては初めての一歩ですね。とっても記念になる。 とてもとてもちっちゃくてかわいい一日かわいいお子さんをお預かりこれからしますという責任感でねいっぱいになる一日です。で4月には、えー、と子どもたちは整列をしたり先生のところに集まるという保育を基本的に、まあ、楽しみながらやっていくんですけれどもそれができるようになると5月の中旬ぐらいには 子供たちを遠足に連れてってあげられるようになります。こちらのお滑りしている遠足は市政公園なんですけれども、帰ってきたら幼稚園とお給食を食べる短い遠足に行きます。そして、こちらは年中さんがお弁当を持って行く遠足です。こちらは5月の後半になるとお弁当を持って行けるようになりますので、まあ、遠足、5月に早い段階で短い遠足、そして、 5月の後半、6月の頭ぐらいに長い遠足に行きます。こちらも年少さんが21世紀の森に行きました。この日はお弁当を持って行きました。先生、各クラスね、いろんな作り物をして、各クラス楽しい遊びをしています。まあ、遊具だけに頼らずに、自分たちで作った、子どもたちが作ったもので遊んで体を思いっきり動かすっていうことも大切にしています。 そして6月の中旬ぐらいから9月の1週ぐらいまでプールに入ります。で体操の先生もいらっしゃるので体操の先生と一緒に入る日もありますがこの日はもう先生とだけで入っています。濡れた水着をあの持って帰った日は次の日必ず持ってきてくださいねと言ってあの入れる日はどんどん入っていきます。プールに入るっていうことはあの水の危険も子どもたちに教えていきますし何回もお着替えをしますので。 プールに入れば入っただけお着替えも上手になりますし、自分の身支度も整えて上手になっていきますし、またまたお水で楽しいことがいっぱいある夏の高木幼稚園、プールいっぱい入っていきます。そしてお隣はちょっとプールとは違う水遊びと言ってこうシャワーとかね、あの、蝶炉とかそういうものをたくさん使って水遊びっていう時間もあります。 そしてこちらが年長さんになると、ドローンか遊びといって、一日もうドロンコだらけになっていいよっていう日があります。その男の先生たちがこの園庭にお池とかを作ってくれて、あのドロドロになって楽しい一日を過ごしますで。こちらがごっこ遊びです。年長さんはホールで、この日は縁日を行いました。 あのや,やぐらも組んで、お店屋さんになったり、お客さんになったりしながら、でこのお店屋さんは子どもたちがみんなで話し合いをします。子どもたちの話し合いを先生たちが組み上げて、じゃあ何屋さんにしようかっていうところから、年長さんぐらいになるとそういう話し合いをして、子どもたちの気持ち、意見を聞いて、先生たちと一緒に作り上げるごっこ遊びです。こちらは年中さんですけれども、 ケーキ屋さんを、ね、したクラスがあります。こちらのお店屋さんも子どもたちがみんな何屋さんをしたいかクラスで話し合いました。パティシエさんになってます。で、夏休み、高木幼稚園は頻繁にかき氷をするんですけれども、まあ、1日おきぐらいに子どもたち、暑い夏は外で遊んで、中で室内で静かな静かな活動をして、じゃあかき氷食べようかななんて言いながら、こんな楽しいことも日々行っています。 そしてこちらが年長さんです。年長さんは夏休みに入ったら希望者ですけれども、日帰りで臨海保育、安がうらですね、茨城の海に行ってきます。大体こんな感じで5、6人が1人のチーム、先生のチームになって、絶対に離れないよっていうね、チームで仲良く波にね、一緒に乗ったり、こんなバナナボードに乗ったり、そしてスイカ割りをしたり、こんなふうにね、楽しい一日を過ごします。そして夕涼み会です。 8月の来週の日土曜日に行うことが多いです。夕方から幼稚園に来てもらって、一緒に盆踊り、踊りを子供たちと踊ります。そして、年長さんになると親子踊りもあって、子供たちとっても楽しみにしています。帰りにね、あの、花火をいただいています。 そして9月の6日に行ってきました。年長さんだけが行く年長の最後の遠足です。最後と言いますか、この卒園遠足みたいな形になります。ディズニーランドですね。6日とっても暑かったんですけど、たくさん6個ぐらいみんなで乗ってきました。年中小のお組はお休みにさせてもらって、年中小の先生も全員子どもたちと一緒に、年長の子どもと行ってまいりました。で、クッキングも行っています。 衛生に気をつけながら自分たちで作ったものはとっても美味しいのでこれねさんパフェですそして運動会組み立て体操も難易度を求めるのではなくて自分たちの力が発揮できるような構成にして行っています玉入れ親子およお親子競技ですそしてお芋掘りお芋掘りも子どもたちと一緒に行ってきますそしてお芋で次の週には蒸しパンパーティーで蒸しパンをみんなで作ります 10月の後半にはみんなでキッズダムの遠足に行ってきます。全園児で行きます。そして12月は、えっと、遊戯会です。こちらも劇をやっています。そして、アンザラシーの踊りを踊ったり、竹取物語、子供たちの表現を大切にしながら表現活動を行います。そして12月は、お餅つき。役員さんがこうお,もし、ね、おいしいお餅を作ってくれます。 そして年長さんはカレーパーティーをします。自分たちでじゃがいも、人参、玉ねぎを切って、沖縄お鍋で作ります。雪が降った時は長靴と手袋持ってきてねってお話をママたちにしています。雪でも遊びます。そしてこちらが三学期、最後に行う音楽会です。年中と年長は鍵盤ハーモニカの発表。そして年少さんはカスタネット。歌もみんなで合唱します。こんな感じです。 そして3月にはね、一人一人園長先生から証状をいただ、出演、状をいただいて、卒園1年生となります。そして幼稚園の制服になります。冬服はこんな感じで、えっ、ー、と、ここで連絡袋って言ってますけど、ここに体操着が入ってます。こんな感じで、幼稚園の中は活動しています。夏になると、ここが半袖、おズボンはオールシーズンです。 では少しタンポポルームの預かりタンポポルームという名前なんですけども預かり保育についてお話しいたします実施期間4月1日から翌年の3月の末頃まで年間で未実,未実施実施しない日は15日になりますそしてタンポポルームの実施時間ですけど朝の預かりは8時から8時30分で8時30分になりましたら通常の あの、一般の預かりじゃない子たちが登園してきますので、あのー、その子たちと一緒にお部屋に行きます。で、公園後の預かり時間は平常保育だと14時45分から18時15分。で、午前保育の場合は11時45分から18時15分。で長期 休業、夏休みとかですね、あとは振り替え休園、運動会があって振り替になっているときは、まあ、行ったり行わなかったりということがあるんですけれども、まあ、そのとき、ね、8時から同じく8時15分まで預かり保育の方をしています。大、あ、体、のー、いいこちらはアプリで予約をしていただくんですけれども、当日でも大丈夫ですので、あのー、お電話いただければ預かり保育はあのー、できます。で、あのー 4月なんですけれども、入園式がおそらく12日とか13日とか、そのあたりが大体入園式にはなるんですけれども、 えとそうですね。急に長い時間の幼稚園の預かり保育になってしまうと、お子さんたちにも負担になってしまうので、はじめの1週間ぐらいは、鳴らし保育をさせていただいて、もし入園式前にご利用になる場合は、1週間ほど鳴らしをして、お子さんに合わせてあの保育の時間を調節していこうと思っていますのであの、早くからお預かりということであれば、ご相談いただければと思いますので、お願いいたします。 すいません。では、ちょっと預かり保育の利用料、利用料だけお話しさせてください。通常期、当園の朝の預かり、8時から8時30分は200円になります。平常保育、14時45分から16時400円。おやつ代を50円含んでいます。45分から14時45分、同じく5時までですと650円、おやつ代50円含みますで。14時45分から18時までだと1000円。そして18時から18時15分。 15分間は100円になります。で、午前保育。午前保育の時はお弁当を持ってきていただきます。11時45分から16時600円です。で、11時45分から17時850円。で、11時45分から18時1200円。18時から18時15分は100円になります。 で高木幼稚園の入園説明は以上となります。十分なお話ができませんでしたが、あのご質問などありましたら、Zoom のチャット機能をご利用ください。 タ、はい、ンパポルームを利用しているお子さんはだいたい日々40名50名多い時だと60名ぐらいです。という形では行っていないんですけれども運動会の日に年長組がリズムアンサンブルという形で歩かないんですがあのその場でピアニーやあの太鼓の。 あのリズムアンサンブルという形の合奏は行っています。はい。預かり保育、6時15分まで利用している子は、日にもよりますけれども、3名から5名ぐらいになります。あ 課外授業の利用料はどれくらいですかとあるんですが、例えば英語やスポーツクラブ、英語、チア、あとサッカー、バレエといろいろありまして、それぞれの業者さんの方にお支払いをいただいているので、金額がそれぞれ違うので、あの幼稚園入る前でもあのご連絡いただければ、あの今年度の、えっと、お医者に関してはお答えできますので、ご連絡いただければと思います。 父親主体のイベントはありますかということで、お父さんが主体となるようなあのイベント、行事は特にはご用意していないんですけれども、運動会のときにお父さん競技というものはございます。はい、では、はい、おしまいのようですので、こちらで失礼させていただきたいと思います。また何かありましたら、幼稚園にご連絡いただけると嬉しいです。どうぞお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。 失礼します。